はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ピクセルガロです。今回はこちらのコアラのドット絵をマインクラフトで作っていきたいと思います。で、今回使いますブロックは黒色の羊毛、薄灰色の羊毛、ライトグレーですね。で、白色の羊毛、桃色の羊毛、これピンク、桃色のコンクリート、少し濃いめのピンクですね。灰色の羊毛、これはグレーですね。この6つのブロックを使って描いていきたいと思います。それでは今からスタートします。よろしくお願いします。まず黒を2つ、1個開けて黒を2つ、ライトグレーを2つ、黒を1個置いて、こっちにも黒を1個置いて、ライトグレーを2つ、で黒を1個置きます。1段上がって黒を1個、ライトグレーを2つ、黒を1個、ライトグレーを2つ、黒を1個、1段上がってライトグレーを1個、黒を1個、ライトグレーを1、2、3、4、5、6、黒を1個、1段上がって黒を1個、ライトグレーを2つ、で白を1、2、3、ライトグレーを2つ、黒を1個、一段上がって黒を1個、ライトグレーを1個、白を1、2、3、4、5、ライトグレーを1個、黒を1個ですね。一段上がって、ここで黒を1個置いて、黒を1、2、3、これ1個潰します。こっち持ってきて黒を1、2、3、4、黒をこれ1個潰します。で、1段上がってライトグレーを1、2、3、黒をこっちに1個置いて、ここに黒を2つ、で白を1、2、3、4、5、6、7、黒を2つ、ライトグレーを1、2、3、黒を1個置きます。1段上がって黒を1、2、3、ライトグレーを2つ、黒を1個、白を1、2、3、4、5、6、7、黒を1個、ライトグレーを2つ、黒を1、2、3、1段上がって黒を1個、ライトグレーを2つ、白を1、2、3、4、5、6、7、ライトグレーを2つ、黒を1個、1段上がって黒を1個、ライトグレーを1個、白を1、2、3、4、5、6、7、ライトグレーを1個、黒を1個、1段上がって黒を1個、ライトグレーを1個、白を1、2、3、4、5、ライトグレーを1個、黒を1個、1段上がって黒をここから1、2、3、4、ライトグレーを1、2、3、黒を1、2、3、4、一段上がってライトグレーを1、2、3、でここに黒を2つ、ここでグレーを
1、2、3、4、5、ライトグレーを1、2、3、黒を2つ1段上がってライトグレーを1個、黒を1個、ライトグレーを1、2、3で、グレーを1個置いて白を1、2、3、4、5で、グレーを1個、ライトグレーを1、2、3、4、黒を1個、1段上がってライトグレーを1、2、3、4、5で、黒を1個置いて ここに白を2つ黒を1、2、3白を2つライトグレーを1、2、3、4、5黒を1個置いて1個上がって黒を1個、ライトグレーを1、2、3、4、5、白を1個、黒を1、2、3、4、5、白を1個、ライトグレーを1、2、3、4、5、黒を1個、1で上がって黒を1、2、3、ライトグレーを1、2、3、4、5、6、黒を1、2、3、4、5、ライトグレーを1、2、3、4、5、6、黒を1、2、3、道に上がってライトグレーを1個置いて、黒を1個置いて、こっからライトグレーを1、2、3、4、5、6、7、8、黒を1、2、3、4、5、ライトグレーを1、2、3、4、5、6、7、8、9、黒を1個置きます。日に上がってライトグレーをここに2つ置いて黒を1個置いて、ピンク色を2つ、ライトグレーを1、2、3、白を2つ、ライトグレーを1個、黒を1、2、3、4、5、ライトグレーを1個、白を2つ、ライトグレーを1、2、3、でピンク色を2つで、グレーを2つ、ライトグレーですね、ライトグレーを2個で、黒を1個、1段上がって黒を1個、ライトグレーを1個、濃いめのピンクを1個置いて、ライト、ピンクを2つ、ライトグレーを2つ、白を1個、黒を2つ、白を1個、ライトグレーを1個、黒を1、2、3、ライトグレーを1個、白を1個、黒を2つ、白を1個、ライトグレーを2つで、ピンク色を2つで、濃いめのピンク色を1個置いて、ライトグレーを1個、黒を1個、1段上がってライトグレーを1個、黒を1個、上に4個積んでおきます。1、
1234ずっと降りてきて、濃いめのピンク色を1個ここにもう1個置いて、ピンク色を1、2、3、ライトグレーを1個、白を1個、黒を2つ、白を1個、ライトグレーを1、2、3、4、5、白を1個、黒を2つ、白を1個、ライトグレーを1個、ピンク色を2つ、ここにも1個置いて、濃いめのピンク色を1個、ここにももう1個置いて、ライトグレーを1個で、黒を1個、上に4段積んでおきます。1、2、3、4ずっと降りてきて、この位置にライトグレーを1個で、濃いめのピンク色を2つで、ピンク色を1、2、3で、ライトグレーを2つ、白を2つで、ライトグレーを1、2、3、4、5、6、7、白を2つ、ライトグレーを2つで、ピンク色を1、2、3、濃いめのピンク色を2つ、ライトグレーを1個、1段上がってライトグレーを1個、濃いめのピンク色を1、2で、ピンク色を1、2、3、4、でライトグレーを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、でピンク色を1、2、3、濃いめのピンク色を1、2、3、ライトグレーを1個置いて、1段上がってライトグレーを1個、濃いめのピンク色を2つ置いて、間1個開けて、ここに濃いめのピンクで、ピンク色を1、2、3と置きます。ライトグレーを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13で、ピンク色を2つ、3つ、濃いめのピンク色を1個、2個、3個、でライトグレーを1個置いて、1段上がってライトグレーを2つ、濃いめのピンク色を2つ、ここにも1個置いて、ピンク色を1、2、3で、ライトグレーを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11で、ピンク色を2つ、3つで、濃いめのピンク色を1、2、3で、ライトグレーを2つ、1段上がって黒を1個置いて、ライトグレーを1個置いて、濃いめのピンク色を1、2、3で、ここにも1個置いて、ピンク色を1、
1,2,3 ライトグレーを1,2,3,4,5,6,7,8,9 でピンク色を2つ3つ置いて濃いめのピンクを1,2,3,4 でライトグレーを1個、黒を1個、1段上がって黒を1個、ライトグレーを2つ、それから濃いめのピンク色を1,2,3,4,5,6,7で、ライトグレーを1,2,3,4,5,6,7で、濃いめのピンクを1,2,3,4,5,6,7で、ライトグレーを2つ、黒を1個、1段上がって黒を1個置いて、ライトグレーを1,2,3濃いめのピンク色を1,2,3ライトグレーを1,2,3で、黒を1,2,3,4,5ライトグレーを1,2,3濃いめのピンク色を1,2,3ライトグレーを1,2,3黒を1個、1段上がって黒を2つでライトグレーを1,2,3,4,5黒を2つ間を5つ開けて黒を2つライトグレーを1,2,3,4,5黒を2つ1段上がって黒を1,2,3,4,5間をずっと開けてこの位置から黒を1,2,3,4,5です。じゃあ全体を見ます。はい、このような感じになりました。いかがでしたでしょうか。もし今回の動画がよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。それでは今回の動画はこれで終了とさせていただきます。次回の動画をお楽しみに。それでは、失礼します。